俳優ヒョンビンが日本列島を熱くし、相変わらずの韓流スターパワーを見せつけました。ヒョンビンは10日アンバサダーとして活動しているイタリアの高級ブランドロロピアーナのヒョンビンスペシャルエディションプレビューイベントに出席するため日本を訪れました。これは2017年にファンミーティングで日本を訪問してからおよそ5年ぶりのことです。ドラマ愛の不時着のヒットにより日本で爆発的な人気を集めていることを証明するかのように、日本入国日の10日羽田空港にはヒョンビンを歓迎するファンたちの行列ができました。多くのファンが集まったことから安全を考慮し、空港側が用意した別途通路でファンたちに挨拶をする場を設けるハプニングもあったそうです。さらに11日ロロピアーナ銀座店がある東京銀座の通りはヒョンビンを見ようとおよそ1000人が集結し混雑しました。日本のメディアもまた先を争うようにヒョンビンのスケジュールを報道し、日本の SNS ではトレンド最上段にイベントのニュースが相次いで表示されるなど高い関心を実感させました。この日のイベントでヒョンビンは5年ぶりに日本を訪れることになった。空港でファンの皆さんにお会いでき幸せだったし、良いプロジェクトでご挨拶することになり、より一層嬉しく思うと感謝の気持ちを伝えました。日本のメディアもファンに対するヒョンビンの温かい姿を特急ファンサービスと連日のように報じているほど、ヒョンビンのファンに対する愛情が爆発的な反応を呼び起こしました。